こんにちは、夏ですね、夏の花といえば花壇の苗で言えばやはり瓶花、日々草でしょうか。夏の花の代表ですね。ですけれど皆さんなんとなくこう弱いっていうイメージをお持ちじゃないでしょうか。この瓶花って確かに夏の暑さには強いんですけれど、雨とか蒸れとかに極度に弱いので、ですからなんかこう植えたけどすぐダメになっちゃうっていうイメージの方もたくさんいらっしゃるようです。今日はその品種の説明も兼ねて、そこら辺もうたくさん品種が出てますから、そういう弱さを解消した品種改良をした、そういうものの紹介もさせていただきます。瓶花、これですね。皆さん瓶花というとこれ、この花形でこんな感じを思い浮かべるかと思います。一番まあオーソドックスな品種ですね。お値段も安いですし、で花も大きくて、で色もとりどりありますし、まあ一番手に入れやすくて育てやすいかもしれません。ただ雨とか蒸れに一番弱い品種ですね。ですからなんかこう雨にかかるか、まあ梅雨時なんかですともう植えた瞬間にダメになってる場合もありますんで、ちょっとやっぱりなんか植えるけど性に合わないわっていう、そういうふうに言われる方も多いものです。これはタイタンといって、その弱い、元の形よりもちょっとだけ、暑さとか雨に、強く品種改良をしたものです。それでもやっぱりちょっとね雨は当てない方がいいかもしれないですね。でもやっぱり種類が多くて、でお値段やっぱり安いですし、一番手に入れやすいですね。で最近はそれを改良していろんなものが出てます。これ綺麗ですよね。今年たくさん出回ってます。夏の思い出っていう、名前ですけれど、こちらのタイタンに比べると葉っぱも小さくて、でいずれはビューと伸びてくるんですけれど、それでもこう歪性というかちょっとあんまり伸びずに済みます。でもお花は大きいし、この微妙な色具合がなんかちょっとすす涼しげですしね。これなんかは今年たくさん出回ってきてます。夏の思い出ですね。暑さには比較的強いです。ですけれどあまり、育て方としては変わらないかなという感じですね。色が特徴的です。でこれはもう前からありますけどニルバーナ、廃性といいまして、これ弱くて倒れてるんじゃないんですよ。こういうふうに垂れ下がって育ちます。ですから鉢の縁のあたりとか、それから花壇の一番際のところとか、そういうところに植えますとそこからこう垂れ下がるように育ちまして、お花も印象的な色ですからね、非常にこう目立ちますし効果的ですね。遠目からもよく目立つ花壇になったり鉢植えになったりします。こういう廃性の種類っていうのもちょこちょこあります。これは蒸れにはどうなんだって言って、やっぱこう這うのであんまり蒸らさない方がいいのは同じですけれど、でも私だったらここのこの土の面のところに、例えばバークチップとかそういうのを引いておけばその方がすくすくと育ちますのでね、ちょっとした工夫でこちらの方がうまく育つ場合が多いです。ですからこういう廃性の瓶花、特にこのニルバーナっていうのは非常に印象的で花も大きくてね、これはおすすめです。その他にも、やはり色がいろいろなものがね、
開発されてますんで、こういう新しい品種とか変わった色の品種っていうのがたくさん出てきてます。で、ここら辺は前からある品種ですけれど、まあ、こういうふうにちょっとこうグラデーションになるものがありますね。で育て方は一緒です。でもこの中で、これチュチュと言います。花の、ね、花びらがちょっとクチュクチュクチュっとフリルが入ります。はい、このチュチュシリーズっていうのは本当に暑さにとても強いです。ですから、まあ、雨そんなジャンジャが当たるのは良くないですけれど、でも他の今までの品種に比べますと、かなり強いですね。それから大型になります。だから背の丈がそうですね、50センチとかそういうのになってきます。まあ、あんまり大きくしたくなければ途中で切ればいい話なんですけれど、そうやって育てられますし、これはあまりその雨当てたらダメだなとか蒸れがダメだなとかあんまり気にしなくても勝手に育っていきますので、まあ、こちらのものに比べますとお値段はしますが、お値段分だけの価値はこっちの方があると思います。とにかく育てやすいです。それから大きくなって花も絶えないので、ここら辺チュチュシリーズは、おすすめです。こちらのねサマミントなんかもこれもおすすめですけれど、それよりもさらに強いです。やっぱブランドのものっていうのは強く出来上がっています。特にこのチュチュのシリーズは色数も多いし花もこうねひらひらひらっと綺麗ですし、花壇なんかでもね使えますので、これから植えるのにも、まあ、問題はないということで、チュチュシリーズですね。それからそれよりもさらに強いのが出てきてます。ミニナツと言います。これ花びらの大きさがほらこんなに違います。ちっちゃくて可愛いですね。はい、まあ元々の原種に近いんでしょうけれど、お花がちっちゃい分だけ小花がいっぱいついて、で、ちょっとしたこう花壇なんかでも他の大きなお花の間に植えますとカスミソウの代わりになりますんで、これはねなかなか使い手があります。とても便利ですね。はい、で、この仲間というのは暑さとそれから蒸れと、だいたいどんなものも強くできてます。はい、ですから他のお花の引き立て役とかそういうのに使うのにも便利ですし、単独でももちろんたくさんの色数がありますから、おすすめですよということです。でさあこれを植えましょうと言った時に一つだけ気をつけていただきたいのが、これを植えます、苗を植えますってなったら、まあ、苗を植える時には別に瓶花だけじゃなくて、これ抜く時にこうやって絶対引き抜かないでくださいね。いつもチョキしてでチョキで挟んでで、ひっくり返します。でこのポットを抜きます。で他の苗物でしたら例えばペチュニアなんかでしたらここのとこ一生懸命この、ね、根っこが詰まってるのを取ると思います。瓶花は絶対にこれ崩さないでください。ちぎらないでください。はい、絶対にちぎらないようにしてこのまんまで穴掘ってそこにポコッとはめ込んで、でトントンと押さえて終わりです。はい、根っこもともとね水揚げの悪い植物ですので、これをね根っこをちぎってしまいますと。もう植えた時点で水が上がりませんので植えていきなり死にますんで、絶対に根っこを切らない崩さないということを守って植え付けをしてください。こんにちは、スタッフの原です。レモンズガーデンで、LINE の友達登録をしませんかっていうご案内なんですけれども、こちらホームページから、友達に、登録していただきましたら、レモンズガーデンの最新情報など、商品の最新の入荷状況などをお知らせさせていただいております。またその中で、レモンズガーデンのグループに、登録していただきましたらさらにコアな情報を、お伝えすることができますので、ぜひ皆さん、お友達になってください。よろしくお願いします。